ゴーストうわー両者バースト両方ノーポイントねこれは。はい、準決勝第1試合いきますね。ダークデスサイザーグラビティオービット対ホーリーホルスドバーチカルオービットです。はい、行きましょう。3、2、1、ゴーストオービットがどっちが有利なのか。ダークデスサイザー。3、2、1、ゴーシュ。なかなかバーストしないね。おーっと、またダークデスサイザーのスピンフィニッシュ。3、2、1、ゴーシュ。おっとオーバーフィニッシュ。ホーリーホルスド米交代で、私がホーリーホルスドバーチカルオービットで、エイシン君がダークデスサイダーグラビティオービットです。はい、3、2、1、ゴーシュ。さあどっちが決勝進出するか。そうだね、ダークデスサイダーやっぱ白黒に行くんだね。白黒、うん、ダークデスサイザーカウンターを仕掛けてくれ。おお、ダークデスサイザースピンフィニッシュ。3、2、1、ゴーシュ。おーっと、今ちょっと引っかかったけど大丈夫だったかな。うん、そうだね、両方やっぱ色がいい。うん、あーホーリーホルスドがグルついてきてるぞ。おお、ダークデスサイザーまたオーバーフィニッシュ。あ、じゃあスピンフィニッシュ。3、2、1、ゴーシュ。さあこれ決勝進出が決まるね。決勝進出、うん、もう決まってるぐらい。ダークデスサイザーの方がもうポイント数的には多い。あ、そうだね。さあホルスドはねバーストした。あー、またダークデスサイザーのスピンフィニッシュ。はい、準決勝第1試合はダークデスサイザーグラビティオービットが5ポイント、ホーリーホルスドバーチカルオービットが1ポイントでダークデスサイザー決勝進出です。はい、はい、準決勝第2試合はユグドラシルマグナムユナイト対ゼノエクスカリバーアッパーオービットですね。はい、はい、3、2、1、ゴーシュ。おっと、すごい勢いで飛んでいったね。バースト。3、2、1、ゴーシュ。チリチリいってんね、なんか。これはステッカーの音かな。そうだね、きっと。おー、ユグドラシルのスピンフィニッシュ。おー、3、2、1、ゴーシュ。おー、おー、すごい動き。うん、やはり。ユナイトドライバーはすごい。おお。おお。はい、ベーコン噛んでエイシン君がユグドラシルマグナムユナイトで、私がゼノエクスカリバーアッパーオービットですね。はい。3、2、1、ゴーシュ。おっと、すごいダメージ与えたけど。ああ。ゼノエクスカリバー。3、2、1、ゴーシュ。なんとゼノエクスカリバーがバーストフィニッシュ。3、2、1、ゴーシュ。ここでユグドラシルが勝てば。おっと、ちょっと待って、延長戦。米交換で、私がユグドラシル、エイシン君ゼノエクスカリバー。はい、延長ですね。が延長戦になるとは。3、2、1、ゴーシュ。
ままでわかんないぞ。チリ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 。シールがチリチリ言っている。チリチリ。これは。ローポイントなら両方同時に止まりましたね、うん、そうだね。ということは次の一手で決まりますね。はい、米交換で私がゼノエクスカリバー、エイシン君がユグドラシル。はい、次の一手で途中決勝進出が決まります。決まりますね。スリー、ツー、ワン、ゴーシュ。なんかホコリが落ちた、ホコリが落ちた、ホコリ、あ、ホコリが、シールだよ。あ、シール、ユグドラシルのシールが落ちた。切れたんだ。でもまだチリチリいってる。マジか。うん、なんかシールはぐれた。シールはぐれそう。あー、ゼノエクスカリバー。ゼノエクスカリバー。準決勝第2試合はユグドラシルマグナムユナイトが4ポイント、ゼノエクスカリバーアッパーオビットが5ポイントということで、ゼノエクスカリバーアッパーオビット決勝進出です。はい。ゼノエクスカリバーダークデッサイド。どっちが勝つのか待ちに待った決勝戦、まもなく開催。はい、それではやってまいりましたね。 D ブロック決勝戦です。ダークデスサイザーグラビティオービット対ゼノエクスカリバーアッパーオービットですね。はい、オービット対決、オービット対決でした。3、2、1、ゴーシュ。おーっと、おーっと、あー、ゼノエクスカリバーがすごい回転を見せている。ただちょっとふらついてるかな。うん、決まった。おー、ダークデスサイザー、おっ、バースト。え、どうだったの今。でも先に止まってからバーストしたんだよね。うん、最後のジェネックスカリバー止まって、その剣にちょっぴっと当たってバーストしちゃったんだよ。だからで、ダークデスサイザーのスピンフィニッシュ。ああ、オッケーオッケー。3、2、1、ゴーシュ。結構暴れてたけど大丈夫かな。大丈夫か。あ、またダークデスサイザースピンフィニッシュ。3、2、1、ゴーシュ。オーバーフィニッシュ。オーバーフィニッシュだった今、うん、はい、米交換でエイシン君がダークデスサイザーグラビティオビット、私がゼノエクスカリバーアッパーオビットです。はい、3、2、1、ゴーシュ。おっと、まだわかんない。あー、ダークデスサイザー、3、2、1、ゴーシュ。おっと、オーバーフィニッシュ。すごい、すごい迫力のオーバーフィニッシュだった。迫力のオーバーフィニッシュ。3、2、1、ゴーシュ。当たらない。お願い、同点にしないでくれ。結構今回決して、うん、なんだっけ、あの延長戦がね、何回か2回あったからね、うん、でもやるから延長戦になってほしくない。そんなこと言うなよ。あ、でも、いっか、出とか。あー、ダークデスサイザーでした。はい、ということで D ブロック決勝戦はダークデスサイザーグラビティオビットが4ポイント、ゼノエクスカリバーアッパーオビットが2ポイントで、ダークデスサイザーグラビティオビットの優勝です。はい、おめでとうございます。おめでとう。おめでとうなんだ。ということで、これまで ABCD ブロックと4つやってきましたね。はい、A ブロックの優勝者はデスサイザーヘビーディフェンスでした。はい、B ブロックの優勝者はデスサイザーフォースプレス、はい、そして C ブロックの優勝者はジェイリュールムーンガンドグラビティオビット、はい、そして D ブロックの優勝者がダークデスサイザーグラビティオビットでしたね。はい、ということでデスサイザーが2つあるんだな。そうだね。あー、これね、ちょっとね、グランドチャンピオンみたいな、なんか決めたいなと思ってるんで、うん、デスサイザーどうしよう。そうだね。2つないよ、うち。まあ、ちょっと考えていきたいと思います。はい、はい、ということで今回はベイブレードトーナメント D ブロックでした。はい、ということで今日の動画がもしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いします。そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいです。バイバイ。